ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回はかねてから噂されていましたシャオミの最新タブレット、Mi Pad 5シリーズが噂通り発表されましたので、今回正式に発表されたモデルのスペック、それからもうすでに海外では価格につきましても発表がありましたので、その辺につきましてもご紹介したいと思います。まずはラインナップからご紹介します。最もベーシックとなるこちらの Mi Pad 5。中国版となっていますので、漢字表記になっていますが、正式名称は Mi Pad 5になります。そしてその上位モデル、Mi Pad 5 Pro。この2つのモデルが発表されました。まずは各モデルの価格からご紹介したいと思います。価格は安い方は、もちろん Pro のつかない方の Mi Pad 5になります。Mi Pad 5 の方、こちらにつきましては価格は、ラインナップによっても少し変わってきますが、RAM 6GB、ROM 128GB モデルが日本円にして3万4000円。RAM 6GB、ROM 256GB モデルにつきましては、日本円にして3万9000円となっていて、基本的に海外での価格になりますが、Mi Pad 5につきましては、どのモデルを購入しても、日本円にすると3万円台という価格の安さを実現しています。一方、上位モデル、Mi Pad 5 Pro。こちらの方の価格としましては、最も安いモデルが RAM 6GB、ROM 128GB モデルで、こちらは日本円にして4万2000円。一方、最上位モデルにあたる RAM 8GB、ROM 256GB モデルになりますと、日本円にして約6万円となります。とはいえ、この上位モデル、Mi Pad 5 Pro につきましても、4万円ちょっとで購入できるということで、後ほどスペックについてはご紹介しますが、スペックの割にはどちらのモデルもかなりコスパの高いモデルになっています。では、やはり多くの方気になっているだろうスペックの方もご紹介したいと思います。まずは Mi Pad 5の方のスペック。スペックにつきましてはこんな感じ。若干漢字表記ですので分かりにくいところはありますが、この部分、860と書かれているのが CPU の型番になります。この製品はスナップドラゴン860がその CPU となります。そしてこの一番上の段、11ASIN と書かれているところがディスプレイサイズで、ディスプレイサイズは11インチになります。解像度につきましては2560×1600ロット。シャオミのタブレットというと、過去にはコンパクトな片手で持てるサイズのものも多くラインナップしていましたが、実は今回発表された Mi Pad 5シリーズは、普通のサイズ11インチのディスプレイを搭載したモデルになっています。バッテリー容量につきましては8720mAh、33W の急速充電にも対応となっています。また、音質面にもこだわっており、Dolby Vision、Dolby Atmos にも対応となっています。音質につきましては最新の MIUI が搭載されます。割とディスプレイが驚愕縁ということもありますので、11インチではあるものの、サイズは比較的コンパクト。横持ちした際のサイズで、横幅が 254mm、縦が 166mm、厚さは 6.85mm、重さにつきましては 511g となっています。やはり何と言っても、サイズがどうというよりもその薄さ 6.85mm しか薄さがないというところも特徴の一つと言えそうです。ラインナップとしては先ほど価格をご紹介する際にもお伝えしましたが、RAM 6GB、そしてROM は 128GB モデルと 256GB モデルがあります。そしてカメラにつきましてはこんな感じ。画素数としては1300万画素のセンサーが搭載され、こちらが背面に搭載されたメインカメラになります。動画撮影につきましても 4K の撮影に対応できるなど、やはりハイスペックなスナップドラゴン860を CPU に採用していることもありますので、この辺の動画撮影の性能も高めになっています。一方の前面のインカメラは800万画素になります。インカメラはこの部分。最近のタブレットは横持ちした際にこの辺りにカメラが搭載されることも多いんですが、このモデルはここ。どちらかと言いますと、インカメラを使う場合は縦持ちを想定した位置にインカメラが採用されています。あと Wi-Fi につきましては、意外と対応しているバンド帯が低く、802.11a,b,g,n までの対応となっています。Bluetooth はバージョン 5.0 に対応。以上がこちら、Mi Pad 5の主なスペックになります。デザイン的には、最近の Xiaomi のスマートフォンを踏襲したカメラユニットを搭載しているなど、今風のデザインになった最新モデルになっています。
もっと細かいデザインで言いますとこんな感じ。カラーは3色展開で、どのカラーも落ち着いたカラーになっています。あとこの部分、ペンが書かれていますが、今回のミーパッドは、ミーパッド5、それから上位モデルのミーパッド5 Pro、両方ともこのペンに対応となっています。ディスプレイは割と高品質なディスプレイが搭載されており、低価格なモデルではありますが、HDR10 に対応となっています。デザイン的にもよくまとまったデザインになっているほか、基本スペックもとても高く。そしてディスプレイ、一つ言い忘れていましたが、この部分。リフレッシュレートが 120Hz に対応したディスプレイを採用しています。これは単に映像を高速で表示するだけではなく、タッチのリフレッシュレートにつきましても 120Hz 対応となっていますので、特に Android アプリなどをタブレットでプレイされる方にとっては、この辺とても重要な要素になってきます。CPU も Snapdragon 860ということもあり、また、スピーカーも割といいスピーカーを内蔵していますので、何か高級なイヤホンなどを使わなくても、本体の内蔵スピーカーだけで臨場感のある音、そして映像も含めゲームを快適にプレイできるモデルとなっています。そして、今回同時に発表されたもう一つのモデルがこちら、上位モデルにあたる Mi Pad 5 Pro というモデルになります。こちらもやはりディスプレイサイズは11インチのディスプレイを採用したモデルで、こちらも割と高品質なディスプレイとなっています。細かいスペックは後ほどご紹介しますが、こちらの Mi Pad Pro になりますと、よりハイスペックな CPU を採用し、またキーボードにも対応したモデルとなっています。CPU につきましてはこちら、Snapdragon 870となります。10番台が一桁アップして870となっており、最新のスナップドラゴン888と比べますと処理性能は落ちるものの、それでもタブレット向けの CPU としてはとてもハイスペックな CPU となっています。そしてこちらのモデルになりますと、バッテリーも 67W とタブレットとしては最速クラスの急速充電にも対応しており、細かい部分も含めやはり上位モデルだけあってハイスペックな仕様となっています。なおこの部分に少し見えるかと思いますが、ここがキーボードを接続するための設定になります。これによってキーボード側にはバッテリーが必要なく、それだけではなくペアリングも必要なく接続すればすぐにキーボードを使うことができます。ではこちらの上位モデル Mi Pad 5 Pro のスペックにつきましてもご紹介しておきたいと思います。まず CPU につきましては先ほどもご紹介した通りハイスペックな Snapdragon 870が CPU に採用されています。メモリ周りにつきましては RAM は 6GB でROM が 128GB と 256GB モデルが存在します。それからこの部分。実はこのモデルは 5G に対応したモデルが存在し、5G 対応バージョンの Mi Pad 5 Pro になりますと、RAM は 8GB モデルがあります。ROM につきましては 5G モデルは 256GB モデル。これしかありません。ディスプレイにつきましては、Pro のつかない方の Mi Pad 5 と同じく、11インチのディスプレイを採用し、解像度は 2560×1600 となります。こちらもやはり、リフレッシュレートは 120Hz に対応しており、高速で映像などを表示できるだけではなく、タッチのサンプリングレートも高速になっていますので、こちらのモデルもゲームをプレイする際にはとても役に立ちます。というか、このモデルの方はキーボードも対応しているほか、CPU もハイスペックな Snapdragon 870となっていますので、ゲーム用の端末としてはこちらの方がより優れていると言えそうです。カメラにつきましては背面のカメラ、少しモデルによって仕様が異なります。まず 5G に非対応の方の Mi Pad Pro の方が Mi Pad 5と同じく1300万画素になります。その他サブカメラとして500万画素のセンサーも採用されています。一方の最上位モデルにあたる 5G 対応バージョン、Mi Pad 5 Pro の 5G 版になりますと、メインセンサーは5000万画素に一気に上がります。インカメラは両方とも共通で800万画素。バッテリーにつきましては8600mAh。急速充電の定格としましても 67W。この辺もとてもハイスペックな仕様となっています。また、こちらのモデルにつきましては Wi-Fi が Wi-Fi 6対応となっています。そして、Mi Pad 5 Pro の 5G バージョンは当然 5G にも対応となっています。対応しているバンドとしましては、こちらは海外仕様ですので、こんな感じ。N1 から78までの 5G バンドに対応となっています。そして、本体の寸法的にはほとんど Mi Pad 5 と同じになっています。
横に向けた際に横幅が254mm、縦が166mm、厚さは 6.86mm。重さは少しだけ増えて 515g。5G 対応バージョンはバンドの関係もあり 518g となっています。デザインにつきましては、Mi Pad 5と共通ではあるものの、とにかく細かいスペックも含め、ハイスペックな仕様となっています。中でも通信面につきましては、5G に対応するバージョンも用意しているなど、とにかくスペック重視で選ばれる方にとっては、この Mi Pad 5 Pro というのは選択肢としてちょうどいいかと思います。そしてやはり、Xiaomi の製品ですので、スペックが高いタブレットではありますが、最上位機種である8GB266GB を搭載した 5G バージョンも日本円にして約6万円で購入することができるなど、とにかく手頃な価格が魅力の製品でもあります。大方噂通りではありましたが、割と完成度も高く、Android でハイスペックなタブレットと言いますと、毎回サムスンが発売しているGalaxy Tab シリーズしか選択肢があまりありませんでしたが、そんな中、Xiaomi もこのようなハイスペックなタブレットを発売するということで、まだグローバル市場、そして国内で発売されるかどうかというのは未定ではありますが、やはり現在国内市場に力を入れている Xiaomi でもありますので、今後日本向けにも発売してほしいかなと思っています。もし今後、この Mi Pad 5 シリーズ国内モデルなどが発表されましたら、改めて別の動画でご紹介したいと思います。ということで今回は噂通り、Xiaomi の最新タブレット、Mi Pad 5、そして Mi Pad 5 Pro、この2つのモデルが発表されましたので、各モデルのスペック、それから価格などにつきましてご紹介しました。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。